はここだ。サムライアーガーとかつっちゃう。友を弔ってやってこい。
お晩です、酒井様。私の兄はお侍に憧れていて、竹の稽古台を作ってずっと市内を振り回してましたよ。竹を切るか、腕を上げるのに良さそうだな。お主の兄と稽古したいものだ。恐れながら兄はすでに病で、ですが登りと稽古台を見るたびに兄を思い出します。無念であったな。礼を言う、達者で。お助けを。ムクロだ。誰が殺した？恐ろしい侍です。奴は重則の試練一戦について教えろとわめいていました。答えを得られぬと知るや怒りに任せ切りつけたのです。答えとは何だ？見当もつきません。語りを聞かせろ。狙いを見定める。対馬に人の移り始むるほど異様な雷と大風島を襲いけり、雷の満ちたる土より稲妻の獣いでたり、獣さがあらければ里にて暴れ破壊の限りを尽くす。早くて防ぐことをあたわず、かの稲妻の獣を果たし当たう者あらば重則のみぞとて、義人対馬第一の早業の武者を頼みけり、重則刀を持って余人に遅れを取らず、阿弥陀氏たる秘剣を試練一戦と称す。人の眼にて見ること当たわざる技なり。重則は村の獣を釣り出して小松ヶ浜へ誘いたり、砂が捕らえる獣足、獣二人と渡り合い、稲妻に砂は灰となり木は炭となる。心とばかり重則は試練一戦なりぎりで、最後の獣が発るほど雨雲さりて空は晴れ、対馬は子供なかりけり。その後重則隠れすみていで会う者もまれなり、
類なき勇と腕とを示しし者のみに四殿一線の奥義を伝う。大風来たる時刀を重則の庵に捧ぐ。ありどころを知る弟子のまた獣シード剣との思いなればなり。犯人の狙いは重則の技の得得、そやつに渡すわけにはいかぬ。どっちへ行った？女が橋の方へ逃げると、そやつも始末をつけさせねば。王子が言っていた橋、鳴き声がする。どこだ？お侍様、みんな殺されちゃって。犯人を見たのか？死人でした。子が安平。聞いた名だ。槍川家の老頭だな。顔はわかるか？忘れたくても忘れられません。ついてこい。橋の向こうに足跡があるはずだ。蹄の跡、急いで逃げたのか。古賀について他に知っておるか？幾年も前に槍川家に仕えていたことしか。槍川家は反乱の後離散し、家臣も追放されたはずだ。古賀は対馬を離れ、蒙古襲来の折に戻ったとか。その後のことは分かりません。いずれにせよ、あのような所業は許さぬ。この先、敵陣があるようだ。蒙古だ、隠れろ。내게 뭐 했어?
安平という者を追っておる。さっきまで櫓におりました。まさか猛虎と。はい、ですが言い争いは。重則という言葉は聞き取れました。櫓を調べる。新手が来る前に身を隠すがよい。小賀は何をしておった。白い歯、稲妻で色が抜けたかのようだ。重則の話は猛虎にも伝わっておる。小賀は奉仕の語りと比べたのか。試合場だ。これを探しておったか。古賀はいずこかで試練一戦を伝授されるつもりだ。この近くに白い葉をつける木があります。そこが行き先。助かったぞ。安全な場所へ逃げろ。承知しました。あのけだものを倒してください。白い葉の木を見つけねば。
A lot of great ground.